はい、どうも、レッツさんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、マスクマンクッキングということで、先日ね、釣ってきた、ハタ、マハタですね。こちらを使って、鍋とお刺身、を作っていきたいかなと思います。ちょうどね、これからの時期ね、もう涼しくなって、冬に向かってね、寒くなっていくのに、鍋ね、非常に美味しいんですけれども、このハタという魚がね、非常に鍋に合う魚です。で、下処理の仕方とか三枚のおろし方とかっていうのはまた別の動画でね、ちょっと、作ってアップしていきますので、まずはそちらをちょっとご覧いただいた上でですね、今回の、調理編というところに、見ていただけたらなと思います。はい、それではですね、早速、調理の方を始めていってみたいと思います。はい、ではですね、まず材料の方をご紹介ですね。ハタですね、これ別の動画でちょっと3枚おろしてのやってるんですけど、3枚おろした、ハタの身です。で、こちらちょっとまだおろしてないやつね、ちっちゃい方のハタですね。で、鍋の具材として、白菜、しめじ、豆腐、こんな感じでね、用意しました。ちょっとね、ハタをたっぷり味わいたいなと思うので、他の具はちょっと、シンプルに、少なめにしていますというところです。で、鍋とお刺身今日はやっていこうと思うので、まずはね、お刺身の方から作っていきたいと思います。はい、それではですね、ハタの方のお刺身やっていっていきたいと思います。で、こちらまず三枚におろした身ですね。皮ついた状態です。はい。で、ここの真ん中の線が分かりますかね。このちょっと色がついて、こうずっと線が入ってますよね。ここの部分に骨が生えてます。こうやって指でなぞってもらうと簡単に分かるんですけれども、これをまずね、外していくので、身が大きいので半分に切っていっちゃいます。この骨に沿って、骨そのものを切っちゃダメですよ、残っちゃいますから。骨の脇をこう通るようにして、皮まで切っていきますね。よいしょ。ちょっとここに骨が残るんですけど、これ取っていって、よいしょ。で、こう切った後でこう触ってもらうんですね。そうすると骨があると、ここありますね、ほら、触ると分かるんで、こう軽く撫でて骨が残ってるかどうかを確認します。まだ残ってますね、少しね。これで全部取れたかな。全部取れましたね。そしたら、皮をね、取っていきます。で、皮の取り方なんですけれども、尻尾の方ですね、尻尾の方、できるだけ端の方からこう皮までこんな感じで包丁を入れます。見えますかね、こんな感じで包丁を入れますね。そしたら皮を持って、この皮に沿って包丁を引いていく、奥まで持ってって手前に引きながら少し前に動かす、こういう感じで。おっと、残っちゃった。失敗、途中で抜けちゃいましたね。ちょっと失敗してしまったので、もう一回取れたかな。はい、これで綺麗に、皮が取れました。で、今回お刺身にするんですけれども、せっかく鍋をやるのでね、お刺身も食べつつ、ちょっとしゃぶしゃぶ気味に食べたいなと思うので、ちょっと薄めに作っていきます。で、なので、そぎ作りというやり方ですね。で、お刺身取るときに、いわゆる一般的なお刺身、マグロのお刺身とか、カツオのお刺身とか、
いわゆるこうちょっと厚みで切ってるのが、まあ、平作りというものなんですけれども、平作りというお刺身を作るときはこの魚の目が分かりますかね、こう筋がこう走ってるの分かりますかね。でこれに対してこう反対にこういうふうに切っていくんですけども、そぎ作りの場合はこれの目に沿って、あんまり薄くしちゃってもねあれなので、よいしょよいしょよいしょ、こういう感じでね包丁を引きながらこのぐらいの厚さで作っていきます。でこう、まあ、薄作りにしたらこうお皿に並べていきます。まあ薄作りってほどの薄作りじゃないですね、少し身を薄くしたお刺身ぐらいの感じですね。あんま薄作りって言わないですね、このぐらいだとね。でそぎ作りにした時はこう一枚一枚こう引いたところからお皿に並べていってしまいます。こうやってでこのぐらいの薄さに作るとお刺身として食べても美味しいし、まあお刺身ってね生だからあんまりいっぱい食べられないじゃないですか。でなんだけどこれを鍋でねしゃぶしゃぶすると軽く火を通すだけですごく食べられるようになるんですね、量を。ということで、これでまずハタのお刺身が完成しました。でこれは、これからちょっと鍋を作っていくのでラップをかけて冷蔵庫にしまっておきます。はい、では、鍋用の方のね、具材を作っていきます。まず、この小さいハタをじゃあ3枚におろしていきましょう。よいしょ。まあハタのさばき方っていうのは別途ね、さっきも言いましたけれども、別途このさばき方のハタのさばき方の動画を別途載っけますので、今回はもう一気にいっちゃいますね。取れましたと。で、この骨、この骨で、あとここにありますね、カマ、このカマですね、これを鍋に入れてこれで出汁を取っていきます。まあ本当は頭もね一緒にこうね、カマと、骨ですね、これで出汁を取っていって本当は頭も入れるといいんですけれども、まあちょっとね、前回釣ったハタが比較的大きいハタだったので、ちょっと数日寝かせないといけないと。で数日寝かしてる間に頭の部分ってやっぱり傷んできちゃうので、ちょっと頭の部分は先に、処分してしまいましたので、今回は、カマと腹の部分ですね。でここ、肋骨、これもね出汁を取るのに使います。この部分をね、切り取ってこれで出汁を取っていきます。はい、じゃあ鍋に今お水を張って火をかけたところです。でここにまずこの骨と、まあ、この骨と釜を半分に割りましょう。でこれお水の状態からね
ハタの場合は出汁を取っていきますね。でこれで沸騰する直前ぐらいに取り出す感じでいきます。はい、じゃあ出汁を取ってる間にハタの身の方ですね、やっていきます。でさっきも言いましたけど、この真ん中の線に沿ってこういうほんの少し骨があるんですね。でこれを外していっちゃいます。よいしょ。でこっちが骨がないのを確認したら、ここにまた骨が残っているので、この辺に少し骨が残っているので、これも合わせて外してしまいます。で外した骨は鍋にぶち込んじゃいます。これで出汁を取りますね。さらにこっちも同じですね。骨に沿って切る。よいしょ。で、ここに骨があるので骨に沿って切る。で確認をして、骨がないのを確認して、で取った骨は鍋に入れちゃう。はい。でこれさっきお刺身取ったところの残りなので、さらによいしょと。この部分ですね、ここに骨がついてますので、これを きちんと取ってあげる。で一応残りの骨がないかを確認して OK ですね。大丈夫。これだけだとさすがに少ないので、もうちょっと入れましょうか。もう半身入れましょうか。腹側のところを使っちゃいましょう。よし。ここにこの線に沿って骨があるので、これを骨を切らないようにね。よし。はい、外していきます。で、これはちょっと取っておきますね。これさすがに多すぎるんで、今切り取ったやつを皮ついたまんまぶつ切りにしていきますね。まあ適当な大きさでいいと思う。こんな感じでぶつ切りにしていきます。これ半分ぐらいかな。まあこんな感じで皮付きのまんまぶつ切りにします。で、はい、鍋の方ですね。まあ見ての通りこうアクが出てきますので、このアクをね丹念にすくい取ってあげます。これをねちゃんときれいに取っておかないとやっぱり、美味しくならないんでね、この一手間っていうのは非常に大事です。はい、だいぶアクがきれいに取れたかなと思います。ちょっとアップしようか。こんな感じでね、きれいにアクが取れてきたかなと思います。でこの状態からできるだけ沸騰させないで、さらに10分から15分ぐらい煮込んでいきますね。よく出汁を取っていきます。はい、だいたい15分17分ぐらいかな、経ったところなんですけれども、うっすらとね色がついてきたの分かりますかね。よいしょ。ちょっ
っとアップしてみようか。うっすらとこう黄金色になって油もいい感じで浮いてきたのが分かりますかね。こんな感じになってきたので、この状態から骨の部分をねちょっと取り出していきます。よいしょ。で、骨崩しちゃうとお鍋に残っちゃうので、崩さないようにね、で崩さないようにするためにこう、こう沸騰させないでじっくり時間かけて取っているので、なるべくこう崩さないようにして取っていく。よし。で、カマの部分はあのお肉ちゃんとついているので、これは食べるので残しておきますね。はい。じゃあここに具材をね、投入していきます。あ、ちょっとその前に味見をしようか。少しね、出汁が薄いようだったら本出汁でいいので足しちゃってもいいと思うんですよね。ちょっと味見してみます。うん、少し足しましょうか、本出汁を。ほんの少し、せっかくのね、あれなんで、まあ軽く一つまみぐらいでいいです。で、味付けはお塩のみでいいですね、これはね。お塩とお醤油ちょっとでいいです。お塩もね、まあ、軽く2つまみぐらいで十分かなと思います。で、まあ、ちょっと釜を崩さないように、あー、うまい。よし、これで OK。 じゃあここに具材を投入していきます。よいしょ。白菜とか、で、しめじ、もうね、雑ですけどね、あんま気にしないでください。で、お豆腐、よいしょ。で、ほんの少しね、これ具材を入れたので、温度が下がっちゃうので、だいたい中火ぐらいにして、ここから、少し煮込んでいく感じですね。よいしょ。これ白菜とかから水分が出るので、一見だし汁が少ないように見えるんですけど、このぐらいでちょうどいいです。はい。じゃあここからグツグツ言うまでさらに煮込んでいきます。はい。だいぶ野菜から、水気が出て出汁汁が多くなってきたと思うんですけども、ここでね、ある程度沸騰したら、つうか沸騰させる前に火を弱くしてね、なるべくグツ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 させないようにしますね。せっかく出汁取るときに丁寧に沸騰させないようにやってきたんで、具材を入れてからもね、ちょっと時間かかるんですけれども、丁寧にやっていきます。で、ここで具材をね、追加で投入したので、またアクが出てきますから、ここでアクを丁寧に取っていきますね。はい。これでちょっと今火を弱めたので、もう少し煮込んで完成になります。はい。だいぶいい感じになってきたかな。この辺の油がいい感じで浮いてるの分かりますかね。この綺麗なこの出汁の色ね。じゃあ早速ですね、これで、食卓の方で、食べていきたいと思います。
はい、ということでキッチンから戻ってまいりました。じゃあね、早速、お鍋の方とお刺身の方をいただいていきたいと思います。というわけでね、よいしょ、うまそうだよ。こんな感じになりますかね。汁がこぼれ。じゃあ早速いただいていきます。これね、このね、皮だね。ハタはうまいんですよ。いただきます。もうね、とろっとろ、最高にうまい。で、このね、ハタの出汁が染み込んだこの白菜がね、これはたまらんっすよ。じゃあ続いてお刺身ですね。で、まあお醤油軽くつけて、うまいね。やっぱりこれね、ハタはね3日寝かせたのかな。ちょっと大きかったんで、3日寝かせたんですけれども、いい感じにやっぱり出てますね。で、これですよ、これ。これを、このね、薄いお刺身を、この中でこう、しゃぶしゃぶしてあげるわけですよ。本当はね、これ、卓上コンロかなんかあって、火かけた状態が一番いいんですけれども、で、しゃぶしゃぶしてあげるとね、こういう感じで火が少しこう身が白くなりますよね。半生の状態、これが最高にうまい。これはね、最高です。本当に最高。もちろんね、鍋に入ってるこの身も、抜群にうまいんですけれども、この薄く切ったお刺身を半生の状態で食べる、これが最高にうまいんですよ。で、なので、鍋をするときにね、ちょっと、まあ、ほんの少しでもいいので、お刺身をこう、薄作りを作っておいて、まあ、お刺身を食べながら、鍋を食べながら一杯やって、鍋のね、熱い汁でこう少ししゃぶしゃぶしてあげる。これ最高の贅沢です。ぜひね、美味しいこう白身の魚が手に入ったら、ぜひ試してみてください。今回は、マハタを使いました。マハタの鍋とお刺身でしたね。はい、ということで、これからの時期ね、鍋美味しい季節ですから、ぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、じゃあですね、今回のマスクマンクッキングはこれにて終了となります。はい、どうもありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょう。それではバイバイ。